どうも、うん、こんにちは。こんにちは。みんななんか疲れちゃってんのかなぁ。僕、<私>なんかね、うん、いや昨日も百十一人亡くなられてるじゃないですか。はい、なんか毎日、連日百人以上亡くなってても、うん、なんか空襲、空襲警報で僕を。 逃げそこちゃ損ねちゃったんだから仕方ないよね、うん、みたいな感じの、うん、政府の態度とかメディアが、うん、111人死んだ大,大問題だっていうふうに一度も放送しないんだよね、うん、この1年間何かあの事故とかで、えー、100人を超える方がもしも亡くなったら大ニュースになりますよね,ですね確かにで僕の頭だと、うん、この 地震とか大洪水だったら政府が対策本部ができていて、自衛隊が、例えば今沖縄だったら病床、の治療率100%なわけでしょで、もう学校も休校にして必死に。まあ、北海道や大阪に比べればずっと死者を抑えられてるのは一生懸命努力してるわけじゃないですか。それ見捨てるような感じになっていて。 多くだったらやっぱり自衛隊の医療支援でも何でもそこをやるんだったらなんか国民を守ってるっていう感覚を持つと思うんですよ、うん、そういう政権じゃないから僕はそれでいいんと思ってるのかなっていうのがいつも不可思議な感じなんだ北海道マラソン走るしね、うん、どうすんだろうでその中でねちょ,ちょっとね、うん 悲しくもあり嬉しくもあったニュースってのは大阪なおみの,、はい、あの全仏オープンのはい、はい、危険ね。うん、でひどいなと思うのはオリンピックとなんか通底するような、うん、国際スポーツの商業主義のひどさっていうのをなんか思い知ったような感じでしたね。うん、ね本人が鬱であるっていうことをカミングアウトしなきゃいけないっていう、うん、ちょっと異常じゃん。 インタビュー出てこなかったから1万5千ドル罰金だからとにかく出てこいって言うんだけどいろいろ事情を聞いてみればいろんな説があるけど黒人差別の問題とかいろんな問題があるのかもしれないけどちょっと本人の,その精神状態をなんで信釈しないの人間性よりも商業界商売界っていうところにあの大阪なおみはまあ,あの 迷惑かけんだったらやめますと、棄権、うん、しますって言った、<laughs> 僕はそれに、なんかちょっと拍手もあったんです、うん、気,分気分としては。うん、でイギあの、イギリスのフィナンシャル・タイムズが、こういう論評をしていて、うんうん、そのい、いわゆる全仏を棄権すると発表した劇的な展開は、うんうん 新世代のトップアスリートが、いかにして競技会の権力に挑み、社会の変革を訴えているかを浮き彫りにしたって書いてるわけ。だから若者の挑戦の象徴のように扱うのがどうかっていう問題はあるけど、なんていうのかな、今の若い人が持ってるなんていうかこう、商業主義に乗らないと生きづらいみたいな、なんかこういうものに対して一応、 毅然としてあのいわゆる四大,、うん、大大会を棄権するっていうのは彼女はだって全米と全豪オープンと勝ってる中で全で危険だからさここれはすごいいとじゃない、うんうん、本来ならば、まあ、野球選手は野球を一生懸命やってそれを見てもらうと、うん、お相撲さんはお相撲一生懸命やってお相撲を見てもらう、うん、ら役者は役者を一生懸命やって、うん、まあインタビューとか そういういのはあれだよねあのこぼれ話だ、ね、おまけですよ、ね、おまあインタビューに答えない人がこうね文句言われたりいろいろしてるんだけど、うん、まあはなからあの「スポーツ私のテニスを見てくださいで」で本当はいいわけだよね、うん、本来ならばそれを商業主義は、まあ、それ関連で、うん、こう。 面白く伝えたいし、うん、まあそのもしかしたら逆にその人気も煽りたいと、まあそういう意味でインタビューっていう,う僕はなんでそれに拍手を、うん、あのこじつけのようにみんな言うかもしれないけど、IOC も同じじゃないですか、うん、どんな犠牲を払ってもで、うん、あのやるとか、ア、うん、ルマゲドンがある、うん、アルマゲドンがあるまではやりますとかね。そなんでこの、うん なんていうのパンデミックでみんな命がやや危なくなってるんでそんなことお前が言うのかよとか言いたくなるじゃないですか。自分 こうですって言った時に、うん、そういうふうにさせっかくその名前がある人が自分の意見ってさ、うん、全体の中で言いづらかったの言ったって言ったら褒めるべき、うん、先生と同じ褒めるべきだけど、うん、そういう時に絶対現れるんだよね、うん、そのインタビューまで含めて仕事だとかって、うん、なんか絶対その体制に寄り添う。うんそうそう なんでお前らこっちじゃないのって思う人が結構いるんだよね。個人の人間性っていうか、人の人間性まで商売のネタにしていいのかというふうに僕は思うし、前も言ったけど、ダブルスタンダードじゃないですか、今回も。 あの、国民除いて、みんな、ワクチンは選手は打てるわ、毎日 PCR だろうが、専用車だろうが、最近見れば、飲食 OK? <laughs> イベント OK? 選手村とか <laughs>、みんなのでも緊急事態宣言で飲食禁止じゃん。それでうまく安全にできるんだったら、なんで私たちにはしなかったのかってことだよ。いや、そうだよね。だから、僕そういう中で、 あの尾身茂さんはよく言ってるみたいな新聞なんだけど、うん、もう結果的には何も変わってないように思ううよで結局、うん、あの菅首相は感染対策をしっかりしろという意味だって言って、うん、前よりちょっと強く言っただけで結果,、ね、結果,結果として GoTo キャンペーンを容認したのと同じことだよ,だ,よだってかなり覚悟を持たなきゃいけないぐらいなんだもんねそ<う>なんかやっぱり尾身さんは尾身さんだねそう,で僕はそういうう中で言うと、うん あのもっとみんなが、自分たちが今、諦めてる人も多いかもしれないけど、うん、この国の誇るべき国民皆保険が全部壊れてきてるっていうね、はい、PCR 検査もできないし、うん、ひょっとしたら入院もできない、うん、で気が付いたら、まあ、自衛隊、軍隊っていうと怒る人もいるけど、会見派風に言えば、軍隊にワクチンを打たしてるっていう状態なわけじゃないですか。うん で僕は、そのありようが本当にいいんですか、僕らが守ってきた社会のありようっていうか、壊れてませんかと、で僕はそういう中で言うと、この自衛,自衛隊のワクチンみたいなものを大宣伝するんだけど。 モデルナ500、5000万人で言えば全人口の25%分なわけでしょそれも打ち終わるかどうか分からないわけじゃないですかで結局大半は自治体で打つわけじゃないですかその中で本当に考えなきゃいけないのは例えば独居の高齢者とか高齢者の人が 予約取れましたって言ってどうしたのって言ったら息子にお願いしてインターネットで予約しましたとかいうの大体そうだよ高齢者はそうでしょうん、だけどまあできる,人もいるけど、ね、そうそる独居の老人で例えばお金のない人はインターネットとかスマホとかないじゃん、うん、そういう人たちどうすんのあるいは、うん、あのここで首切られてるような中でのシングルマザーとかさ、うんうん、こういう人が感染しちゃったら大変なことになるわけじゃないですか、うんうん とか、あるいは、まあ路、路上生活者というか、いうか、ホームレスの方も含めてだけど、自治体が結局、なんだろう、一軒一軒、くまなく、あの、回りながら予約してあげないとできない人たちが大量にいて、それが弱い人じゃない。だけど、なんかオリンピックのために数稼ぐ、稼ぎたいのかどうかわかんないけど、 1000人以上の大企業からやりますとか言うわけでしょ、うん、ワクチン格差じゃんこれ、うん、もっとひどいのは、うん、今土地規制法案があって基地の周りの土地規制をやるって法案を出てるわけじゃないですか、うん、沖縄どっちかっていうと抵抗してるわけじゃないですか。うん、すと沖縄ののデニーー知事がその大規模接種のセンターを作っってくれと言ったら 岸防衛大臣が拒絶するわけだよ。うん、いうこと聞かないからだろ。うん、それじゃミャンマーや香港と同じじゃないか。うん、と僕は思うの。全部ね、あのそのそ沖縄の立場とそういうのまでリンクさせながら、ワクチン接種のことまで巻き込んでいくっていうことだよね自分たちでおやりになればいいんじゃないですかみたいな言い方した、ね、そうそう、だから、だから私兵、うん、私の兵隊ですよ。うんうん、岸防衛大臣の私兵ですから、自衛隊は。 違うじゃないですか。自衛隊をみんながある程度容認して、いろんな立場があっても容認するとき、うん、一番あれは東日本大震災のときとか、大洪水のときとか、必死に隊員が頑張ってるところを見るとた。そ身的に命かけてやってくださってますよねいう。そうやってるというのは応援するけど、今、そういう状態ではなくて、なんかワクチンの道具になってて、うん、で結果として見ると、言うこと聞かなきゃやらないっていう、うん、それって、 なんだろう、国民解放権を壊した上に、何、軍隊で見事聞かないとワクチンも打たれないのか、大企業に勤めてないとワクチン打たないのか、みたいな、なんかそんな話になりかねない、僕、状態になってるのに、うん、ちょっと驚愕するな。細田博之さんも、その沖縄が国に支援を求めたら沖縄らしくない、うん、みたいなことを言、ね。そう,そうそうそう、そ,そう関係ないじゃんね。 ちょっと国民の命を守るっていうのは、命や思想、心情じゃないじゃないですか、うん、じゃあ、政権が変わって別の政権だったらそうじゃない人たちは、ワクチン打てなくなるのか、そんなことねえだろうっていうのが僕の考え。何が何でも、このオリンピックの前には全部打っちゃいたいと、まあ、若者も含めてね、うん、もう何が何でも、などんな手を使っても打てっていう。 なんか号令が下ったみたみいに見えるね<う>本当は自治体だけで、まあ、来たワクチンを、うん、あの平等に分配していくっていうのが正しいと思うんだけど、そ,<う>それじゃあ7月半ばに間に合わねえとでもね、うん、結局上からあの自衛隊が上からやるっていうのは25%がせいぜいなんですよ、うん、今は。うん、結局下でくまなく自治体がきちんと、もともとね、PCR 検査だって、うんうんうん あの学校やね、保育園の検査とか、あるいはあの介護施設の検査とかやってれば、末端にこう行き届いて連絡も届くわけじゃないですか。そういうことをやりきってないから、上からバンバンやるんだけど、上からやったら、それは都合いい人だけがワクチンを打つことになって。 あのいわゆる末端で困ってる人もすっくまなく早くやるっていうのはやっぱり75%を占める自治体がしっかりあの体制を取ることが一番の問題なんであってそのことをなぜメディアは問題にしないのかが僕はそれも全く分かんない金子先生に言われて思ったけど一番最初にやっぱしあれだよねあのコロナの調べるやつね 保険にすりゃいいじゃんね。ちょ PCR 検査、ね。PCR 検査を。そうなのだってあれ、民間で調べたら2、3万かかっちゃうわけでしょそうそう 1>, ?1 人。ねうちの ああれれななんんかかで 2, 回受けたんじゃないかあれあだからプール方式とか自動化とかやればコストも下がるんだよね。保険って言えばさ、うん、まあねまあそのシステムが追いついてるか追いついてないか俺はちょっと分かんないけどただ保険ですってことは一番最初に言ってくれればいいのにね緊急事態なんだからでも結局それでオリンピックの,、うん、あの来た人たちのためにそれをするっていうことはやっぱりそれが正しかったんじゃね。そそうそう,そう なん,なんでうちらにはケチだったの、うん、そう偽陽性が出るとか言ったら、うん、じゃあなんだ、偽陽性が出たらどうすんだよ、うん、選手はっていうような、めちゃくちゃゃくなことが起きてるわけ毎日経済だもんね、だって、選手はそう。で、僕は思うんですけど、うん、なんか先進国の対応ではもうなくなったっていうことを、うん、よく深刻に捉える必要があると思うんですよ、うん、もうこの国は先進国じゃない。うんうん 後進国で、その中で軍隊がワクチンを打つことをやってるけど、末端まで届きませんと、ワクチンも格差が生まれますと、そういう国なんですと、よくも考えてみると、もう経済も、もうワクチンもできなければ、国はもう動かないわけでしょ、それはもうエネルギーもだめだし、いろんな意味で技術もだめで、おまけに財政金融はもう出口がない状態なわけじゃないですか。 お金はは出ててくるるとと思ってたりするんんんだだけど、うん、そななことはもうないんだよ私ねすごいコロナが終わってだよ、うん、みんなじゃあ旅行行こうかって言った時にびっくりすらくらい海外旅行とか行けない人が増えてて、うん、逆にびっくりすることがあると思うん、だから僕はねとにかく、まあ、もう時間ないんだけど、うん、あの真面目に問題の深刻さを受け止めて、うん、希望を失わずに頑張らないと。うんうん 本当にひどいことになるっていうことをもう一回ちゃんと考え直した方がいいんじゃないかっていうふうに思いますね。うん、はい。はい